なんということでしょう。エミルが、あのエミルの髪の毛がツルツルのピッカピカになってしまいました。これはとっても大変な事態です。皆さん、私と一緒にエミルの髪の毛を元に戻しませんか？エミルの髪元に戻ってほしいと思ったお友達はいいねボタン押してくださいね。そう、そのマークですよ。それでは私と一緒にエミルの髪の毛を元に戻していきましょうね。エミルといえば大きなリボンですよね。赤くて可愛い大きなリボンを描いていきますよ。リボンをぬりぬりするのですってエミルなら言いそうですよね。真っ赤なリボンをぬりぬりして、次はお髪を描いていきますよ。エミルのお髪はこんな感じ。くるんとしてて丸くてとっても可愛いお髪ですよね。そしてお髪を2つに縛っているんですよね。ふわっとしてくるくる、とっても素敵なお髪。もうちょっとこっちはふわっとしていましたかね。こんな感じでしょうか。エミルのお髪の色を塗っていきますよ。ふんわり優しい茶色。エミルにぴったりのお髪の色ですよね。エミルのお髪、出来上がりなのです。あとはお洋服も塗っていきましょう。ネイルも塗っていきましょう。エミルには赤がよく似合います。
やりましたよ、皆さん。エミルが元通りになりました。動画を見て応援してくれた皆さんのおかげです。エミルが戻ってよかったなと思ったら、いいねボタンを押してください。エミル大好きってコメントもお待ちしてますよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。